絵手紙友チャンネル金本智代です。今日は本当横浜の、絵手紙教室の朝です。今あのホテルで、着物も着替えて準備ができて、もう今から、出発するっていう時にちょっとだけオープニングの動画を撮っています。いや本当今回の横浜の絵手紙教室はすっごいこうたくさんの人のご協力で、たくさんの人たちが集まってくださってやる絵手紙教室なので、すごく私も本当にワクワクしてるんですが、今日どんな一日になるんでしょうか。新しいお友達絵手紙仲間が増えますので、それもとっても楽しみにしています。最後ね、今日の夜はもう懇親会もやって、多分動画編集する時間がないと思うので、明日もね青梅まで行ったりするので、ちょっと分かりませんが 2,3 日後になるかもしれませんが、今のちょっと気分でオープニングの動画を撮らさせていただきました。それでは皆さんこれから、のどんな1日2日になるのかワクワク楽しみです。どうぞご覧ください。みんな写真撮るよ、こっち向いて。はい。はい。写真だって長すぎて何だか分からない。もうこれを1枚ずつこの状態で送られてきたんで、病院のベッドの上で1枚取って裏を見て、ダーッ取ってダーッってやりながら、はい、もう本当にベッドの上でずーっとやってました。これを取ってやって、本当にね1枚
取ると裏にこういうふうにちゃんとメッセージが書かれてるんですよ。すごいですよね。もうでも本当にお会い私と会ったことがない方までこういうメッセージと書いてくださるっていうのが、ちずさんよかったね。もう絶対大丈夫だよ。それでは
では締まりを歌います。ダダダン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 始まるよ始まるよ親睦会が始まるよ何か悪い こんな感じで でしょうか。本当にね、横浜の絵手紙教室すごくたくさん集まってくださって、本当にね、遠くはね、北九州から群馬、茨城からも、そして、埼玉県から、でもう本当遠くの人から本当横浜の人まで、主催のね、高徳さんがの、お力で武田双雲先生のお弟子さんたちの双葉会っていう書道の方たちも参加してくださって、なんだかね、またね、ちょっと広がりができた感じで、その人たちも送別会に参加してくださって、すごい楽しい教室になりました。なんかね、本当にありがたかったなっていう風に思っています。エンディングで顔出ししてないのは、今うちの主人のマンションからお届けしてるんですが、もう今日は横浜の絵手紙教室から2日経ってしまいまして、次の日はね、江ノ島の方にみんなでぶらり旅をしたり、今日はですね、青梅の方でお花見をしたりしたんですが、その動画はまた次の動画でお届けしたいと思います。でね、今日はね、もうね、お引越しのお片付けなんかをやって、ちょっともうお風呂に入っちゃってノーメイクはお見せできないので、
今まで私があの旦那に送った絵手紙がちゃんとね取ってあったので飾ってあったのでそれをちょっと並べてみました。本当お疲れ様で長い間単身赴任生活も、あさってお引越しなのであと2日間ここの部屋の片付けをしてでまた新しい生活に入りたいと思っています。いや本当に千鶴さんの、まあ、病気があったのでね去年ねみんなでね竜をつなげたんですよね。絵手紙で胴体をみんなが描いて本当すごい竜をつなげた動画今千鶴さんがね教室に持ってきてくださったのでそれをねまたみんなにね見せることができてで自分は胴描いたけどあんな全部つながってるのは見たのが初めてっていう人たちもいたりこんなこと絵手紙ってできるんだって言って驚かれた方もいたりもうね感動でその後の、奈良の中井直美ちゃんがプレゼントするベレー帽がじゃんけん大会だったんですが本当ね神様いるなと思いました。あの千鶴さんに当たったんですよねじゃんけんで。だからねなんかね本当にこう今回のあの日本代表が優勝したのもそうですが神様いますよね。いやー本当に絵手紙って素敵だなって思いました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。いつも応援していただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。